ブラキオサウルスの、研究が、実はさあ作りましょうか。レンジャー基地ここだね。一番端っこに作っとこう。はい、やばい、コストめっちゃかかんなこれ。いいですね。でここにレンジャー基地を作って、ちょっとレンジャー部隊で写真を撮りに行こうか。あーで電力がないのか。よし、変電所も作ったぞ。で、これを使ってこの写真を撮って、このミッションをクリアしてお金をもらいましょう。ちょっとお金をね、何が何でも増やしていかなきゃいけないんですよね。恐竜羽化する、ちょっとストルティオミムス羽化しておきましょう。ちょっと名前もつけてねえや。なんかもう忙しすぎて名前をつける余裕もありません。あ、レンジャー基地完成しましたね。はい、ということでレンジャー部隊、レンジャーチームその1、車両運転行きましょうか。ハモンドクリエーションラボが負荷に失敗しました？なんておった、どいてくれー。あ、いい避け方、いい避け方。それはコリトサウルスの写真写ってるこれ。何か鳥のような気がします。何か鳥のような気がします。そんなそんなバカな。コリトサウルス、コリトサウルス2匹がうまいこと一緒にいる写真じゃないと。うわー怖いよ。うわ、ボコされる、ボコされる。たぶん俺に怒ってないこいつ。それでオミムス取ってよ。コリトサウルス2匹がいい感じに向こうにいる。映ってはいるんだけどな。あー、ダメだ、コリトサウルス2匹にならない。なかなかあのコリトサウルスはこっちに来てくれないとお話にならないですね。どうするかな。このコリトサウルスが変なところに行っちゃってて、なかなか難しいですね。ギフトショップでも建てときましょう。はい、ギフトショップを建てました。これいい写真。あ、コリトはここに1匹か。あっちのコリトがな、こっちのコリとちょっと なんか追い立てれねえかなんとかして。おい、こっち来てくんない？無理か。あ、チャンス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 、これいいんじゃね。オッケーオッケー、よしオッケー。何の写真かわからない。俺はこんな苦労して撮ったのに。契約完了ですね。もう1個契約しましょうか。フレッシュな契約を持ってきたよ。フレッシュじゃないです、ダメ。まあまあ、これで、一応大丈夫っすね。次か。あ、いい感じだね。あえてこっち入り口にしたんだけど、こっちじゃなくて。これもいい感じだね。ギフトショップも。財務の方は、立て直せました。かなり立て直ってますね。79,956円。悪くないな。あと、作るべきは、そういえば恐竜の評価は、まだ1に達してないのか。まあ、そりゃそうだよな。まあ、じゃあ、あれですね。調査センターと化石センターを作る感じですかね。それか化石センターを先行して作って、他のところで調査してきたやつを、そこで研究するという、あのいつもの作戦でいくか。まあ、その作戦の方がありな気がするよね。多分電力がそろそろかなり厳しくなってくるので、化石センターを先に作って、調査センターを他のところで調査させて、こっちで売りさばくという、まあ、マネーロンダリングをやるか。いやでもな、調査させたいな。新しいところだもんな、ここ。新しい土地だぞ。さらにトリケラトプスにより投資を行い、チュンキゴ、トリケラアンキロあたりの投資を行って、まあ、稼ぎ度を上げるみたいなね。調査センターですかね。ここだ。はい、調査センター置きました。調査センター自体何にもなんねえからな。これか、ホテルか。ホテルを作りたいんだけど、ホテル高いんだよな。これか、なんだっけ、ボーリング場とかあんの、すごいね。はい、ということで、なんと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 ですね、ブラキオサウルスの、研究が、実は行われていました。ちょっと動画撮らずにちょっとあのやってたんですけど、もうずーっとね、もう本当に作業芸だったので、ジュラシックワールドのちょっと作業会をちょっとしたりして、ちなみにティラノサウルスレックスだとかの、化石も今取りに行ったりしてます。で、ブラキオサウルスをね、手始めに作ろうと思うんですが、ブラキオサウルスは、まあ、かなり広い敷地で作りたいので、この辺りにちょっとブラキオサウルス、
の、まあ、場所を作ろうかなと思います。で、ここですね、ここにまず、研究所で、ここはね狭すぎる、手狭すぎるので、これ大きく取って、ブラキオサウルスを、皆に見ていただこうかなという感じにします。でですよ、まあ、これを作ってからだね。で、まあ、その間にちょっと研究てか調査化石研究を何度もちょっと繰り返して、ブラキオサウルスの出産率をちょっと高めてます。出産成功確率か、はい、お金もねかなり貯まりました。もうアホほど貯まってますね。ここにあった施設が全部再建できるんじゃないかってぐらい溜まってます。まあとはいえ、まずはクリエーションラボを作って、ブラキオサウルスですねを蘇らせていこうかなと思います。どうしようかな、ゲートとりあえず置いてからって感じですかね。なんか随分時間かかるな。あ、できた。 OK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 、これであとは囲めば大丈夫ですね。ゲートはここに置きますか。軽量フェンスで大丈夫なのかな、脱出しないかな。まあ、ブラキオサウルスっておとなしそうだもんな。これ置きますか。はい、ほい、置きました。で、道路をつなげて、で、恐竜を羽化していきましょう。ブラキオサウルス、草木、高い草木、フィーダータイプ高い草木が必要なのか。なるほど。まあ、とりあえず、可能性 60% なんで、まあ、ちょっとまだどうなるか分かりません。ガッてか、高いね。一気に金なくなったぞ、今。値段が高すぎます。これ自体も高くて設置できない。めちゃくちゃだな。かなり研究っていうかいろいろ化石とかで売っ払ったりして頑張ったんだけどな。調査マップを見る。で T-REX をですね、まあ、この島は評価3まで上げたら一通り達成なので、ここの次の評価の島、ここですね、イスラペナ島でティラノサウルスを展示したいかなって思ってます。イスラタカニョ島はちょっと草食動物だけにしよっかななんてちょっと思ってるかな。ミッション、恐竜も見た目がスティギモロク。あー、なるほどね。これはレンジャー制度 2.0、 あんまいらないな。アーケオルニトミムス、まあこれは面白いかもしれないけど、あとはミッション、閉じ込めテスト、変電所大、あんまりいらないです現状。お、これが草食獣フィーダー高所用か。この辺のトリケラトプスたちは元気かな。こいつら名前つけれてないんだよな。人も増えてきたね。ホテルをそろそろ置きたいかな、経営的なところだと。多分でもね、そろそろね、多分恐竜の評価はまあマックスにはならない。恐竜の評価がだいぶ、あ、でもそれでも半分か。種類が少ない、定員がそこそこ多い、安全性が非常に高い、満足度が非常に高い。緊急シェルターがないからちょっとあんま良くなかったね。緊急シェルター置いとくか、ここ。どうでしょう。あー、いいね、いいね。進んでる。なんかちょっと手狭になってきたな、こいつら。なんか、狭いところになんか、で、みんなでなんか肩を寄せ合ってなんか過ごしてる。あんまりここの展示はよろしくない気がするな。名前もついてないし。せっかくだし、ゲームセンター作ってみました。こんなところにまで来てゲームするやついるのかね、果たして。ゲストは満足な買い物ができ、喜んでいます。契約取ってくるか。なんかある？あー、いいよ。発電所小の出力増加1アップグレードを行う。発電所小台しかないんですよね、発電所。つかこれずっとこれ未完成のままだな。恐竜評価で 1.0 を維持する。多分こいつらできたらさすがに 1.0 いくんじゃないか。でここでまだ孵化できるよね。いやでもこれ以上さ、これ値段が高すぎていけないのか。とりあえず放置かな。じゃあ、あ、ゲームセンターできた。あ、でも一応おっさんとか入ったりしてんのか、ゲームセンターに。ゲームセンターで世界有数のテレビゲームなので、ゲストを満足度を高めます。価格設定はスタッフやパークに合わせて管理することができる。ほー、レトロゲー、まあ、おっさんが多いし、現世代、次世代、あー、そういう感じなのか。管理ビュー、飲み物、娯楽、スタッフを多くしてもうちょっとなんかいっぱい稼ぐこともできると。ちょっと上乗せしまう。ディーランド商法してみるか。これやばいぞ。合計1分あたり。これ本当にこれ大丈夫なのかな。ちょっと見てみようぜ、これ。超ディズニー方法にしてやったわ。さっき300ドルだったから10倍ぐらいになったね。ファーストフード。誰もあそこで食わなそうな気がする。これは感動の瞬間かもしれない。結構、ジュラシックパーク、ジュラシックワールドとかでお馴染みだし、みんなが認知してる恐竜の、まああれだよね。類型の一つでもあるよね。
はい、ということであと 1%。 恐竜放つぜ。おお、すげえ、でかっ。おお、